なんで大体急げばもう5分ぐらい。はい、こんにちは。札幌占い美容師裁判所の後です。早めかしの動画も1000動画超えたので、皆さん遡って動画を見てください。今日どうしますか？色がはい、ブリーチ2回ぐらいしてる感じのグレーのちょっとダークめのグレーのスタイル、グレーの髪色ですね。ブリーチしてるんですよね、1回ね。はい、1回ブリーチしてるっていうことなので、ソーダカラーでやります。でメッシュはちょっと入れようかなって思ってるんで、若干ちょっと表面の方とかメッシュを入れて、それにソーダカラーで透明感を出しながらトーンを下げていきたいと思います。はい、ではブリーチ入っていきます。一番下のアンダーラインは、このベースは結ぶ時に表に出てくるんで、ここは、表面と同様繊細に入れていきます。根元側を中心にここら辺を入れていきますね。はい、でリパレット使います。でリパレットで、ハケを寝かしながら根元の方を浮かしていきます。で使ってるのはブリーチ剤になります。はい、このような感じです。ホイールは使いません、時間もったいないので。でこのような感じで入れてきます。で今度はこの 2つ目のスライスのところになると、今度は根元で取っても根元は見えませんから、じゃあどこで取るのかって言ったら、毛先の方ですね。でこういうカットラインがほぼワンレンの状態になってますから、見えるって言ってもこの毛先の部分しか見えません。ですので取る場所っていうのはもうほんと毛先寄りのところでチップを取っていきます。毛先寄りのところでだいたい 1cm チップを取っていく感じですね。で根元の方はきれいに塗れませんが、それは別にいいです。こんな感じで、無理やりちょっとこうスキー感みたいになっちゃうんですけど、でも根元の方はこう逆毛見たくなってるんですけど、この残った部分だけをこういうふうに塗ってください、ラグに。で、毛先の方を、リパレットに置いて塗る。これだけですね。なんで多分時間はめっちゃかかんないはずです。大体スライスとしては 2.5cm で取っていきます。このような感じで取って、でここも毛先しか見えませんので、毛先の位置だけをチップを取っていきます。チップを、約 1cm のスライス、 1cm チップを取っていって、このような感じで、また逆毛じゃないですけど、こんな感じでぐーっと持ってきてあげると、で根元を動かしながらハケでこのような感じに楽に塗っていきます。はい、こんな感じで大丈夫です。塗り固くしても。そして、毛先の方に薬剤をはめていきます。若干グラデーションの感じですね。はい、で次ですね。なんでだいたい急げばもう5分ぐらいで見れるかなって感じがあります。で、ここがはい、でここもステムちょっと上げた状態で、根元にはつけない状態でこのように塗っていきます。でハケは絶対寝かしてください。こんな感じです。はい、裏面にはついてません。ハケ寝かしてるので途中から塗っていって、だからあんまりブリーチ入らないと思うんですね、この塗ると。で毛先の方はウォーミングを入れて塗料を高くしていきます。でこれでもう終わりです。なので時間は全然かかないです。で最後の1本目は、アップした時に結構見えるんで、ここは根元側でチップを取ります。でチップの取る位置で全部変えていきます。根元の方で、2mm ぐらいのチップを取っていって、この状態で、ハケを寝かして根元を塗っていきます。はい、で根元をこのようにハケを寝かして塗ることで、裏面がついてませんので、より少ない状態ですね、根元の方が。でリパレットを用意して塗っていきます。で毛先しっかり塗りたいんで、毛先はフォーミングをちょっと入れて塗ると、ここが量が多くなります。はい、で次からは、はい、また入れていくんですが、今度はですね、今回のスタイルはワンレーンのスタイルになりますので、ワンレーンスタイルなので、チップをここで取ってしまってもほとんど見えないんで、見える位置、動く位置に入れていきます。で、サイドはちょっとバックよりはちょっと上から入れちゃっていいと思うんですけど、大体この辺見えるかなっていうところで今チップを取ってます。このようにここでチップを取ってますね。で、ちょっとこう逆毛っぽくなってしまうんですけど、ここは無理やりこうしましょう。で、こういう風に分け取って、そしたら、コームのを寝かした状態でこのようにこうちょっと塗っていきます。この時はラフですね、かなりラフに塗っていって、で今度リパレット使います。でリパレットで中間、こう中間塗って中間を塗って、で毛先の方はコーミングを入れてすりを足すことでより毛先が明るく染まります。もう一回ちょっとやってみますね。どうやるかというと、で、はい、じゃあこの毛はどこで見せたいのかっていう部分なので、ただ適当にマニュアルで入れるんではなくて、この毛をどこから表現したいかっていう部分だと思います。で僕はこの辺から見えるかなと思ってるんで、この辺から入れていきたいので、この位置でチップを取ります。はい、このようにチップを取ったら、ここを分け取りますね。このように分け取って、はい、そして、ちょっと逆毛立ててる状態なんですけど、この状態で、ハケを寝かせて塗っていきます。そしてリパレットを使って、石油塗って、毛先はコーミング入れることによって塗料が多くなるのでしっかり、くっつくので、毛先はコーミング入れますっていう感じですね。